きますね。先ほどもね、イルカ見に来たよって言ってくださった方いらっしゃったんですけども、遭遇率は実に 98% でございます。でもね、もっと場合によってはね、会えないこともあったよっていうのもね、お姉さんが先ほどまさかの 2% のお姉さんがいらっしゃったんですけども、でもあのツアーによってはですね、あのまたもう一回来てくださいっていうようなツアーをやっていたりとかもしますので、そうちょっと僕が、あ、イルカが見れなかったから、ちょっと皆さんちょっと一回イルカウォッチも練習をしてもらいたいと思います。くまモンが今からイルカになりますので、皆さんくまモンイルカが前を通ったらこうやってウォッチングしてみてください。いいですか？じゃ あ, あのウェーブみたいな感じでいきますよ。じゃあ皆さん準備よろしいですか？3、2、1、イルカウォッチング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 、はい、バチウォッチングウォッチング、反対ウォッチング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 、はい、ということでこれでも皆さん名前もね覚えたかと思いますので、熊本の拍手が起こった、ありがとうございます、ありがとうございます。熊本に行っていただいたら天草というところにも行っていただいて、お船に乗って野生のイルカさん見てください。イルカウォッチングもございます。まだまだね、他にもいっぱいお知らせしたいとこございますので、あともう一回熊本ステージにやってまいります。その時にはですね、また別の場所をご紹介させていただけたらなと思いますので、またぜひ皆さんその回もどうぞよろしくお願いいたします。